北部鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、1953年に創設された。アルハンゲリスク州、ブラジーミル州、ボログラ州、コストロマ州、ヤロスラブリ州、イバノボ州、コミ共和国のロシア鉄道線及び一部が、ヤマロネネツ自治管区にあるチュムラブイトナンギ線を管轄する。本部は、ヤロスラブリに設置されている。 最初の開業区間は、ノフキ州やイバノボ館であり、1868年に開業した。その後、サーバー・マモントフが設立したモスクワ・ヤロスラブリ鉄道が、アレクサンドロフ・ヤロスラブリ・ボログダ館の鉄道を1870から72年にかけて開業させた。ほぼ同時期に、ルイビンスク・ソンコボ館とイバノボ・キネシママも開業した。1894年に、 ボログダ・アルハンゲリスク間の鉄道の建設が開始され、1897年に開業した。最短ルートで建設することを優先したため、当時の人工気迫地帯を経由しており、交易路には沿っていない。サンクトペテルブルク・チェレポ別ボログダ・キーロフ間の鉄道は1906年に運行を開始した。モスクワやロスラブリ鉄道は1907年に北部鉄道に改称された。 ペルミ方面と接続し、これが2001年までの長期にわたり、シベリア鉄道の本線の一部になった。このシャボルクタ間を結ぶ、ペチョラ鉄道は1937年から1941年にかけて、グラグの囚人によって建設され、コトラスに本部がある。ありがとうございます。